こんにちは、ナモです。パワープルアプリやっていきます。今回は称号チャレンジの二刀流エースいきたいと思います。で、二刀流エースというのがこれですね。パワー S156kg 以上の選手を作成と、これを今回いきたいと思います。早速いきましょう。で、お守りとドリックを持ってきてます。イベントデッキこんな感じです。ビビちゃん、キバ、須藤、守る、カミラ、メイト。で、おそらく前回の動画になると思うんですが、二刀流のバランス型のピッチャーを作りましたと。で、その時に思ったのが、もうちょっと尖ったピッチャー作りたいなと。で、そんな時に称号の欄を見ていて、お、二刀流エースあるじゃんと。まずこれやってみるかというところで思想ですね。早速いきましょう。おー、ラッキー。めっちゃラッキーな。いきなり固まってますね。ラブパー来い。まあ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 。一ターン目ラブパー来るとバンバン練習できますからね。で、バンプコーコーと。お、ラッキーブラッドダック。これ大きいっすね。で、まあ刺激と、あとは強化半々ぐらいで使いながら進んでいければいいですね。もうカミラ行きそうだな。うん、2人。ただ須藤な、須藤と守のタックな、心もとないな。こいつら急速であって、なんかパワーが急速っぽくないですからね。タックパワーが。うん、2人スタミナでいいでしょう。まずは優先順位はメイとキバですね。この2人は本当に、特にメイは技術くれるのでかなり大事ですね。おお、いいよ。刺激でもいいぞ。光ってなくても固めておけばかなり使いやすいですからね。わからないにするかな。体力回復できるんだけど、わからないでいいか。強化を優先で、5下がると結構大きいんだよね。うん、休めるでしょう。須藤行って強化狙いますか。どこがいいか。うん、ナイス。急速筋力でもいいぞ。ナイスいきなりやる気避けられた。大丈夫です。彼女ができてすぐやる気回復します。ほら来た、影山スカウトという彼女。技術が欲しいな。おおほほ、これはどう考えてもこうだ。うん、いいですね。爆速。いや、やっぱり俺にもできないかな。いいやつ行った方がいいかな。いいやつ行きましょう。結構早い段階で来てるんで。で、キバも10アップした。キバ行っちゃうか、先に。監督行きますか。開けとこないととんでもないことになって、毎回とんでもないことになってる。守る1キバですね。キバが行きそうだな。これ踏める。目はもう本当に何かあればすぐ行くと思うんで。早い。付き合いましょう。うん、これで敏捷もらいましょう。で、できたらパワー火を取りたい。パワー S と。メイかな。メイが言ってるわ。うわ、魅了いらん。
うん、行ってるなと。ビビ行きたいけど、ビビ行ったらすんげえ微妙そう。ミリオンになりそう。お、ラッキー、強化。俺もジュース？いや、期日もらいましょうか、今回は。うん、変化だ。変化に吸血していきたい。で、いいよな。120か。どこも一緒のようなもんだな。人の集まりが悪いですね。110。技術もらうか。技術もらいましょう、ここで。うん、ナイス。で、結構出てますね。荒波を貫いていく。これでもいるかな、筋力。急速骨も掴みたいといえば掴みたいけど、体力回復できた気がするんだよな、ことだったら。荒波を貫けた。体力と逃げ玉か。結構大きいよな、結構大きいよな。2人止めるか。うわー、ナイス、ブラックダック。やっぱミサちゃん連れてきてると体力、いやー全然入るな、ポイントが。やったびっくりしてって、どんどん気が刺激狙いですね。ミヒリョウ、うん、やる気が。そしてビビで回復していく。ダメだよ。はい、うん、二股完成ですね。一つバチコン。お、ナイス、ダブル。継続骨間に合わねえぞ。ポイントはいい感じですけど、コントロールで技術。急速上げてないですからね、何にも。騎馬1。大丈夫かな、これ。1だったら、レイドしちゃってもいいけど。レイド連発にしますか。ミサ。オッケー。やべえ、あげれねえ。急速骨欲しい。1でもいいからもらっとくべきだったかな。誰もいない、一っ子一人ないぞ。違う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 。マジでそれは困ったな。ほんと誰も来ないっすね。いやー、ちょっとイベキャラきつ。仕方ないな。うわー、きついな。守る、これきついっすね。
それがあるからな。てか本当に来ないな。うん、圧倒した初期値で。恐ろしいほど来ないぞマジで。大丈夫か、逃げ玉技術重いからスルーするか。急速逃げ玉か。うん、ようやくまともなやつ。パチン取ってあげるか。マインドブレーカーせっかくなんで取りますか。ジャイルボール。うん、結構ポイントは34。強化待ち、いや刺激待ちがいいよな、どう考えても。よし、うん、だからおかしいだろう、この集まらなさそう。でビビいきます。ちょっと刺激ミス2連チャンするとかなり痛いっすね。来いよ。クラクラした。やってもうた。ここで守るか。難しいな。茶色ボール。やる気戻しましょう。うん、結構ポイントいってたんですけどね。あれダメなんだデート、勉強になりますね。1個バシッ守る位置か。まあ行きましょう、バレンタインだね。魅了、でミサちゃんだとやる気が回復するの強い。うん、いいっすね。で逃げ玉は取ってると、これも急速上げると無理だな。パワー上げればいいか。930、まあ、ギリパワー上げるか。初期値低いな。 G か。あ、でもなんだかんだもう来そうだな。 B だな、パワー。おいおい、うん、愛の力構わない。バシーン、一人うん。練習したいんだな。ああ、練習したい感があるぞ。いいか、リリース取って。ピンチくんなよ。よし。おお、急速骨4じゃないかもね。
技術ください。1足んねえぞ。荒波でもらっとくべきだったか。強い。うん、そこそこ出てそうだな、ほんと伸び。まあまあいいでしょ。ズババン。ん、ちょうどよく、ちょうどよくタック終わりましたね。うん、いい感じだな。で、これどうこうだと。さあ、どこでしょうか、ネット。技術ないな、くれるやつ。伸びでももらえますか？いらんか。うん、いいよ。仕事するね。ナイス。頼む、刺激しよう、そろそろ。よし。うん、そこそこ出てそうなポイント。4000ぐらいはいけるからな。スプリット、スライダー。ちょっと本格派っぽくいきたいですね。で、パワーは無事いきましたね。あとは球速156か。これ大丈夫だろう、試合さえ負けなきゃ。あとは何キロまで伸ばせるかっていう問題ですね。まだここで130だからな、さすがに筋力ないな。う、辛さ程度だな。へい。う、リビ。ちょ、ほんと3ターン固定したい。急速に3人くらい。ほい、なるみや。まあもういいでしょう、今まで痛い目ばっか見てるんで。上がったよ。使っていてよかった。はい、オッケー。技術がほんといい感じだな。これで命が刺激されてるから来る確率あるぞ。あ、デートしようかな。これデートして2ターン待ちにするか。うん、ビビも4回目ですね。あとは井戸端町か。うん、まあこんなもんか。OKOK、これ吸血にいたんだよな。刺激に刺激を重ねていく形ですね。これどれにしたらいいんだ。ちょっと待ってください。
確かどれだ確かどれだ、たたたたたたた、勉強違う、これじゃない、これじゃない、これか。どれでも変わんないな。バラエティで技術ですね。ふい。よし、2ターン、バシー。強奪か。よし。早めに来ましたね。OK。バツーン、2人。全く絡まなかったな、キラー。ナイス、よかった。初めて見た、これ初めて見た。実力行使、なんだろう、これ初めて見たな。精神性成功しパンのか。体力減らしたくないな。はい。うん、これはいけるな。156でしょ。ちょっと特能を取ってると余計だな。ちょっと辛くなってくる。やべ、強化しなきゃ。強化強化、ここが一番くれるな。うん、まあバランス整えていいでしょう。順調にレベルアップしてますね、急速の。オッケー。ピンチ取っちゃうが、ジョークで。いや、さすがにきついな。いい感じ。よし。ピンでください。うん、吸収。まあ、しゃあない。サクりましょう。いけると思うけど、あと6キロですからね。なんとかはなりそうな感じしますね。お待たせいたしました。特の浮気できそうだ。勝てれば。そんな嫌な。うん、なんとかなるかな。
件。意味かここで。まあ続けますか。うん、さすがに無理。吸収していいこともなさそうですね。じゃあビビ行くか。うん、終わりでしょう。どうすっかな。え、ビビ全然なんだが、そしてビビ全然だが、どうしたこれ。やばい、ビビちゃん超やばいですね。どう、あれこんなにいってないのか。次、いやーこれ予想外だな。どうしとるか。じゃ技術が結構余る。意図的に集めてたんでそこそこありますね。お待たせいたしました。8番、やばい、負け越しのピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で堀江、第2球外角低めいっぱいストライク。投球はこれから3球目、打ちました。センター前進、ヒットになります。グラブ弾いた、堀江ヒットを放ちました。バンプなおもピンチが続きます。第2球投げた、二刀流エースの行方はって感じですね。第3球を膝元、空振り三振、得意のジャイロボール。いやちょっとビビちゃんやべえな。バンプ全然分かんない。負け越しのピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で荻野、バンプここは外野フライも避けたい場面です。第3球を投げました。第4球を投げました。打った、フラフラッターが取りました。ツーアウトランナー一塁三塁。そうか、ビビちゃんやっぱり。バッターはピッチャー堀江。そうか、ブレイン専用機だな。2球目ストライク、岸まずは簡単に追い込んでいます。外角低め、空振り三振、バットが空を切る。うん、バンプ同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で丸島、ネクストバッターサークルに控えているのは金倉。第3球を投げました。次が4球目、打ちました。ハイズ交代、噛みました。ツーアウトランナー一塁二塁に変わります。バッターは4番金倉、今日は三振とセンターフライ。第2球スプリット見送ってストライク。第3球を、うん、OK、インコース低めいっぱい、見逃し三振。いやちょビビやばいな、これ間に合わないぞ絶対。次吸収しなきゃいけないから。うん、64ずつビビから吸収しよう。改造のコツをつかんだ。そんなおまけ付きか。54ビビいないっすね。ここでいいか。魅了強化か。魅了の攻撃とかあるぞ。勝てるかな、マーチャー。その前に、うん、ギリいけそうですね。お待たせいたしました。7番、バンク、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面で小立ち、投げました、見送ってストライク。投げた、あーっとキャッチャー取れない。そして今拾い直した。ツーアウトランナー三塁に変わります。第4球を投げた、内角低め見送ってストライク。第5球空振り三振、得意のジャイロボールで仕留めました。ここはゼロ。同点のピンチです。2
ツーアウトランナー二塁三塁、おっつけて打つ、ファール。第2球ストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。投げた、うん、いいですね。ズバッと決まって、見逃し三振。スプリットチェンジアップ本当抑えられますね。勝利、問題は次だ。ビビだな、あ、いるわ、行くか、押さえておくか。あと1回踏めれば多分行くでしょう。うん、150の回乗るな、これ。スプリット、いやらしい球種を伸ばしておきましょう。お待たせいたしました。8番バンク、先制のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で米山。第2球投げた。第3球内角低めいっぱい、見逃し三振。点を取ってくれ。うん、結構強いな、やっぱり。ここはなんとかしのぎたい。あんま負ける感じないっすね。初球落ちました、取りました、これで3アウト。打力は強いね。2番バンク、ここはなんとかしのぎたい。2アウトランナー1塁3塁という場面で内山。なんか切れついてるかな、取ったばっかり。すごい落ちますね。追い込んでまいりました。スプリット、空振り三振。岸、ナイスピッチ。おい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 、怖い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 。そういうのやめようよ、マジで。ゲイ。え？ビビいるか？いいねー、いいねー。あれですね、ビビちゃんは本当にブレイン専用機ですね。強化が上がりきらないと。困ったぞ、ビビ。ハイスピン行ってないのかな？行ったような気がするけど、行ってるよ。156は乗りましたね。回路とかつけたいの、どうせなら。伸びとるか。どうしましょうかね。ミートでも上げます？いや、でもミート上げたらなんかつまんない選手になっちゃう。ミート7 すごいな。7でなんかちょっとバッティングとかやりたいな。このままでいけますか。あとは終わってからでいいでしょ。160乗らないか。試合次第か。バンク、先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面。ちょっと乗らなさそうです。ちょっと厳しいな。見送ってストライク。もう3キロならいけそうです。伸びも取りましたし。できたら街道行きたいけど。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で。街道は行けるから多分。最初のバッターボックスはダイヤゴロに倒れています。バチコーン。第3球を空振り三振。岸、見事な。バッターは4番岸田。緊迫した場面が続きます。初球スプリット空振り。投げました。ストレートはボール。カウントはワンボールワンストライクです。見送ってストライク。第4球はボール、カウント2ボール2ストライクです。さあ5球目打ちました。いやー、うまい。ヒット、岸田ヒットを放ちました。それ打たれたらもうどうしようもないです。なおもピンチが続きます。第9初球ヒット。うわ、マジで。ボールは中継。3点きたな。円卓3点。円卓強し。そのコースのストレートに行くか。決まったストライク。まずは決めてきました。第2球低め外角ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。アウトコース、外れてボール。これは完全なボール球。ストライク、空振り三振。三振に仕留めました。ちょ、これ以上厳しい。追加点のピンチです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面でモードレット。第2球これはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球ストライク。第
4球を、うん、インコース低めいっぱい見逃し三振。ちょいさすがにきついぞ。3点以上第9初球に送ってストライク緩急でいきなり154キロスライダー見送ってストライク。第3球をアウトコース低めいっぱい見逃し三振。これプロの本番の試合でこんなコーナーバツバツ疲れたら絶対打てないですよね。第2球外角低め外れてボール慎重に攻めています。カウントワンボールワンストライク。第4球を投げた、いいコース、あんましぶれないですね。投げたゲイスプリント空振り三振三者連続完全自閉か。完封負けを食らいました。いやーしゃあない。さあ先長まあ長すぎかな。スタミナそんな上げられなさそうですからね。ゆびちゃんおそらく半減でしょう。行くかな。まあいかんよな。うん、まあそれなりに点数は出てましたね。怪物9位と怪盗は取れないか。無理。仕方ない。アイスピン取れますか。そこそこだな。これ取って。コントロール上げる？いや、弾道とミートはこれ上げたくないからな。なんかロマンありますよね。チャンス取るか。パワヒはいけないな。都合により守備職人取れるけどチャンス20にするかと。コントロールありますか。しか上げるもんないだろ、筋力ないからと。低め内角って感じですね。内角取るか。あ、変化上げられますね。すら1球種スローカーブとかどうか。ドロップの方がいいかな。いやらしい感じの変化球を覚えて打たれ強さが取れるか。取るかっていう感じですかね。あとはもうこれだ。うん、ミートは意地でも上げない。K 二刀流エースできました。 S ランクなんだこれ、ハイスピンジャイロ怪物球威マインドブレーカーで156のチャンス20丸とパワー S。 これどんな感じの弾道になるんでしょうね。パワー S って、あ、弾道1のパワー S ミート G って。ちょっと打席立ってみたいですね。もっとトゲトゲしいやついけるような気がするけどな。ちょっとまあいろいろ考えて、連続で二刀流してるんでまた機会があればやりたいかなと思ってます。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。またツイッターのアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もし遊びに来ていただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。